ハブ空港、ハブ空港、ハブ空港は、広域航空路線網の中心として機能する空港である。航空路線網を自転車などの車輪に例えると、車輪の矢部分が、航空路、古式部分が空港に当たることからこの名称がついた。拠点空港と呼ばれることもある。ハブ空港という言葉には二つの定義がある。双方に共通するのは、航空路線網が、 自転車の車輪のハブとスポークのように張り巡らされ、航空機の離着陸回数が多く、規模の大きい空港である、という点である。航空機、整備場、要員などの効率的な使用や乗客、貨物の効率的な輸送を可能とするため、多くの路線を持つほとんどの航空会社はどこかに拠点空港を持っている。また、航空会社によっては、拠点空港ではないが、 拠点空港に準ずる機能を果たす空港を商店空港と位置づけているところもある。拠点空港や商店空港のステータスは各航空会社の事業戦略によって決まるものであり、必ずしも空港の規模や設備がこれを左右するものではない。例えば日本において成田国際空港は日本航空、全日本空輸の他にも異援権の行使でアジアに 広範な路線網を持つデルタ航空、ユナイテッド航空が拠点空港、航空会社ハブ空港としていい。関西国際空港は日本航空、全日本空輸の他に、異援県の行使で中国の LCC 春秋航空が拠点としている。一方、アメリカ有数の大空港であるジョンカイケネディ国際空港はデルタ航空と新規参入のジェットブルー航空のみが 拠点空港としているのみである。したがって、拠点空港、商店空港のステータスは、航空会社の事業内容の変化に沿って変わることが、しばしばある。デルタ航空は、過去に、ケネディ空港を拠点空港としていたが、1990年代中頃からは、ソルトレークシティ国際空港に、巨額の設備投資を行って、これを拠点化し、ケネディ空港を降格した。しかし、 2005年のハリケーンカトリーナによって、同社が強い地盤を持っていたアメリカ南部の経済が揺らぎ始めると、テキサス州のダラスフォードワース国際空港の拠点機能を解消し、これに代わってケネディ空港を拠点空港に再昇格した。大手航空会社の拠点空港のうち、特に重要な拠点空港としては、デルタ航空におけるハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港、 ミネアポリス・セントポール国際空港、アメリカン航空におけるダラス・フォート・ワース国際空港などが知られる。こうした大型の拠点空港では、発着便の7割以上を単一航空会社が占めている。拠点空港、講義のハブ空港の概要は上に示した通りであるが、本来の意味で正確にハブ空港と呼ぶには、これらに加えて航空網の中継を役割とする空港であり、 航空ダイヤの接続が機能していなければならないという条件がつく。ある短時間に各地からの到着便が集中し、空港ターミナルビル内で素早く旅客を乗り継ぎさせた、そのすぐ後、再び短時間で各地への出発便が飛び立っていく。このようなダイヤを組むことにより、旅客は各々の目的地へ短い乗り継ぎ時間で行くことができる。この仕組みは、 ハブスポークシステムとしてアメリカ合衆国で編み出された。最初にハブスポークの構築を行ったのは貨物輸送のフェデックスである。このシステムをデルタ航空が旅客輸送に利用したのが今日のハブ空港とそのシステムの誕生の講師である。その成功を受けて1978年の航空自由化を機にアメリカ国内の大手航空会社に広がっていったのである。 このように、ハブ空港では、短時間に大量の発着機と旅客を扱わなければならないため、それ相応のキャパシティを求められる。具体的には以下に示したような条件が求められる。以上の意味のハブ空港としては、日本航空や全日空が、成田空港をハブとしているとは言いがたく、実質成田をハブとしているのは、デルタ航空とユナイテッド航空のみと言える。デルタ航空は、 北米から成田経由でアジアへ飛ぶ便が数多くあり、2008年2月、現在のダイヤで見ると、13時55分にホノルルから到着する NW9 便を皮切りに15時55分にデトロイトから NW11 便、16時5分にポートランドから NW5 便と、19時30分のサイパン発、NW75 便まで約15便が到着する。一方、 17時25分発の不在域 NW29 便を川切りに、甲州、香港、北京、上海、マニラなど、アジア諸都市へ、役にから3時間後に出発していくため、北米アジア間の接続が確立している。これが、ハブ空港の本来の姿である。また、これらの乗り継ぎは、同一航空会社によって行われなければならない点。 特定の航空会社がその空港を拠点として利用している点も厳密なハブ空港の要素の一つである。例えば、ロサンゼルス国際空港は発着便数も多く、空港規模も大きい。さらに乗り継ぎの利便性も高い。しかし、主要な運航の拠点としている航空会社が存在しないため、ロサンゼルス国際空港は拠点空港ではあっても厳密には ハブ空港ではないこの条件を厳密に満たしている空港、航空会社の組み合わせとなると、世界的には多くなく、アメリカ合衆国においてさえもアトランタ、デルタ航空やシカゴ、ユナイテッド航空など数えるとしかない。アメリカの他には、香港、キャセイパシフィック航空、ソウル、ニガワ、大韓航空と、アシアナ航空、マニラ、フィリピン航空、バンコク、 スワンナプーム、タイ国際航空、シンガポール、シンガポール航空、ドバイ、エミレーツ航空、フランクフルト、ルフトハンザドイツ航空などである。また、日本には、この意味でのハブ空港は、成田国際空港、デルタ航空、ユナイテッド航空及び、関西国際空港、春秋航空が存在する。拠点空港都市とは、英語のゲートウェイ都市に相当し、 ある特定の広域地域の用として機能し、その地域への表玄関となる空港を持つ都市を指す。ロサンゼルス国際空港には、全米各都市からの航空便のみならず、隣国のカナダやメキシコからの便、そして北太平洋路線に就航するアジア諸国からの便や、南太平洋路線に就航するオセアニア諸国からの便が多く発着する拠点空港である。そのため、 同空港は単にロサンゼルス市の空の玄関口という機能以上にアメリカ西海岸の表玄関として性格を持っている。ニューヨークのジョンカイケネディ国際空港やロンドンのヒースロー空港も同様に各広域地域における表現館としての性格を持ち合わせている。拠点空港都市の地位はある空港が当該の広域地域で どの程度用としての機能を果たしているかによって自然に決定する。東アジアの拠点空港都市を例にとると、千葉県成田市の成田国際空港は1978年の開港以来、東アジア諸国と北米諸国を結ぶ航空便の多くが発着する拠点都市として機能してきた。近年、長大な滑走路を複数備えた香港国際空港。 1998年開港トインチョン国際空港2001年開港が次々と運用を開始している。また、日本の大阪府仙南多田尻町の関西国際空港や愛知県とこなめ市の中部国際空港もある。なお、成田国際空港は日本目の滑走路の建造2002年及びその延伸2009年などを行い、空港能力の引き上げを図っている。 このようなことから、今日では、東アジアの拠点空港都市の競争は激化している。同様の例は、西ヨーロッパにおける、パリーコールシャルルドモール空港、アムステルダムスキポール空港、フランクフルト空港の間にも見られる。拠点空港都市の地位をめぐる、こうした競争は、各国に巨額の財政的負担をもたらす一方で、結果的には、空港設備と、 広域航空網のより一層の拡充をもたらすものとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。